トラブってマジお疲れ。うん、赤ねヤホゆるぶりゆるぶりだ。ウキララさんいっぱい姫ありがとう。たくさん理想し美人ですか。お話し会当たってよ。ありがとう、お話し会をしてくださった皆さんありがとうございます。楽しみにしてます。とっても夜の配信ありがとう。こちらこそありがとう、見てくれて。しゅうやかわいい、ありがとう。ちいちゃんやっほーやっほー。この以上のサイン会当たったよ。ありがとうね、応募してくれて。テスト頑張ったから。お疲れ様、お疲れ様。朝売り DVD のサイン会誕生日前日、それはお、たくさんお祝いするね。うん、絶対に。うん、この人の選挙ってた。拓也ありがとう、もやしの結果してよろしく。レジェンドのこと考えて頑張れまして。本当にお疲れ様。すごいいっぱい、なんだっけな、リップありがとう。ざんまいちゃん本当、しおちゃんありがとうね、嬉しい。そんないっぱい来てくれるの楽しみにしてます。とっても、うん、春雨食べまくってる。美味しいよね。あのリサ的担々味がやっぱり大好き。ゆうこ話から立ってよ、ありがとう。ハーサできてる。夜も配信あると思って今日なんとか。本当？あ、すごい可愛い。間に合った？キララさんだ、ありがとう。間に合ったかな、間に合ってた。ヤッホーヤッホー。パジャマパーティーありがとう、嬉しい。パジャマ、みんなパジャマで会いに来てね、ぜひ。お昼ありがとう、こちらこそありがとう。お昼、うん、春雨大好きになって。え、わかる、美味しいよね、ほんと。来週アンナとショールーム、そうです、初めてお邪魔します。ゆうやほー初見さんありがとう。ざまちゃん結婚してよろしく。そうなんです、質問送ってね、いっぱい。みんなどんな質問送ってくるんだろう、怖いな。ちょっと怯えてるけどね、怯えてるけど、なんかアンナと二人で久しぶりだから楽しみです。まあまあね、あんこちゃんのことをたくさんね触っていきたいなっていう気持ちでいるので、楽しみにしててください。だから絶対見てね、絶対見てね。で、なんかさ、ラーメン塗りすぎたんだけど大丈夫そう。え、なんか塗りすぎた。うん、触るメインじゃないよ。でもさ、なんか最近こういう2人で配信とかないからいいんじゃないかって思います。あんこちゃんってやつ言うからね、絶対に。とか結婚してよろしく。だからね、楽しみにしていてください。とってもね、楽しみにしてて。これ可愛いから今日これつけよう。あなたよりものまね本人の前でしな。まあでもリクエストにあったらね、あったらやろう。さくらちゃん今日もリサが好き、ありがとう。さくらちゃんリクエストやばい。何、怖い怖いって、怖いよ。リボン可愛いでしょこれ、お気に入り、登場率高め。今日ね、この今日はこのリリミューを塗った。最近塗りすぎた、03番塗りすぎた。ちょっと塗りすぎたね、ちょっと塗りすぎました、ちょっと塗りすぎだけど、まあまあまあ
近くにあるよ、ここテーブルあるから。リボン似合う、これもあるよこれもある、なんか近くに。そうだよ、バランス、そうそう、両方つけちゃいけんやつ、なんか分からんけど、なんでか分からんけどね。でなんか黒かわいいね、やっぱ。え、どっちもシーンだよ、これ。どっちもシーンのやつ、これ大好き、ずっと登場率高めです。白着てるから発光やばい。どんなリサも好き？浮いてるんだよこれ。でもほら浮いてる。うん、ね、白着てるから発光してんのかな。うん、私だよね、私の服か髪の毛か発光してます、とっても。お話し会までにパジャマ、やったー、楽しもうね、一緒に、初日から。イエーイ、シーンいいね、似合ってる。でもなんかどっちが可愛かった、こっち。お昼ぶりだ、タカハートありがとう。うん、キャラ生きてて偉い、ありがとう。初日温かい今日、ありがとう。こんばんは、シーンお揃い、リップありがとう、たくさん。安定感ある、こっちの方がすごい。いっぱい姫だって、やったー、トイゾーさんだ、ありがとう。王冠せいかたた、アウトありがとうね。あ、質問しといたありがとう、送ってくれて新一さん、姫ありがとう。姫ってこれで合ってんのかな、ポーズ。まあと結婚してよろしく。くまくまさん、またお話し会来てくれるのありがとう。今日何時まで、え、今日は1時間ぐらいで終えようかなって思ってるけど、どう。さっきで眠くて、え、ありがとう、見るね、絶対に。この後絶対見るよ。山津のサイン会当たった、ありがとう、サイン会応募してくれて。じゃあ結果してよろしく。うん、すごい、お話し会外れた、なんだろう、お誕生日の日かな、どうなんだろう。でもね、嬉しいけど、来てほしいね、みんなにお祝いしてもらえたらいいなって思ってます。配信終わった質問、わかった、どんな質問なんだろう、怖いよ怖いよ怖いよ。トヨさん、リップありがとう、前回楽しみ、かっちゃんありがとう、タビも前回ありがとうね、応募してくれて。お昼ぶりのリサです、本当にお昼ぶりです。今のサインはイコール前感じしたかい、いや変えてないかもしれない、リサ変えてないかも。なんか変えたいなって思って、ずっと思ってたけど、なんか可愛いのが見つからなくって、なんかさまよってるよなあちゃん久しぶり、確かに久しぶりやん、久しぶり。棒人間はやだよ、追加しないよ。あ、サイン会には追加するよ。まあ、あと姫ありがとう。ピカピこんばんは、ありがとう、来てくれてありがとう。楽しみにしてて、棒人間のバリエーション増えたからね、増えたのよ、棒人間のバリエーションあのね、8体ぐらい増えたんね。でしかもその前、既存ける既存の棒人間さんももういらっしゃるから
いるから、その新しい棒人間さんがもういらっしゃるので、もうもう豊富になりました。なのでサイン会楽しみにしててくださいね。そう、既存だから、そうオリジナルメンバーはいるからね。勢ぞろいしてるから、とりあえずよろしくね。そこはちゃんと棚から楽しみにしてて。うん、面白い。折り目やから、うん、サイン会初めて、え、ありがとうね。折り目だからね。そう、まあ新メンバーも来るけど、まあそこはね仲良く受け入れてもらって、うん、え、お祝いしてくれるの、あすかちゃん、ありがとう。うん、ですかね。でも本当に喧嘩する場合はない、ない、平和だからね、やっぱ平和だから。はちみつ姫ありがとう。卒業はさせない、させない、それは残念ながらないですよ。ずっといますからね、ちゃんと。新メンバー多いの、そう、既存メンバーよりも多くて本当申し訳ないんだけど、でもまあ仲良くね、こう受け入れてもらって仲良くお願いします。だから楽しみにしてて、マジでマジでね、新しい棒人間できたから、リサも楽しみ書くの、うん、ちょっと本当楽しみだし、私結構楽しみが多くって、サイン会の時って書いてる時もなんか楽しいんだけど、であと名前をこうやって読んでる時も楽しいし、あとはそれがね皆さんの手元に届いた時が一番嬉しいんですね。反応が知れるからめっちゃ嬉しい、本当楽しみ、マジ楽しみにしてるね、楽しみにしてるねっていうか楽しみにしててね、よろしく。よろしくね。楽しみすぎん？ちょっと本当にやばい。大人間の需要があるってことにさ、結構気づいてさ、このショールームでさ、うん、ショールーム始めましてだから楽しみ。で本当楽しみにしてて、なんかみんな仲いいからね、ワイワイしてるよ。前回のニックネーム、え、そうだね、忘れちゃったら本名大公開スペシャルになっちゃうから忘れないでね。うん、忘れないでね。こんばんは、そうだよ、サイン会だよ、サイン会だよ、こんばんは、お疲れ様、お疲れ様。忘れたら本名、そうだよ、本名だから、みんな本名大公開スペシャルしちゃうからね。トトに結婚してよろしく。近くなったら、確かに、え、いつまで？あれ、名前は6月いつぐらいですか？いつぐらいだろう、え、耳が痛い、てていつぐらいだろう、あ、5日やって、6月5日や。じゃあまた6月に入ったら伝えとこうね、みんなに、忘れちゃわないようにね。やっほー、ね、あ、ね、思った、もうあんまないね、時間早い、なんか展開が、展開早め。もやしなので行きます、はーい。名前考えてて、みんな、みんなの名前を楽しみに、リサは生きてるよ。生きてるよ。もう今年入って半年、ね、やばいよね。2023年終わるんか。ちょっと早くない？ね。こんばんは、仕事終わりました、お疲れ様です。ゆずくん来てくれたの、ありがとう。まいちゃん初見さん、やっほー。赤の登録わかった、
ありがとう。2024年の気分、いやもうそれは絶対にそう。そうですね。ヤッホー、半年、ね、ほんと早いよね。無理なんだけど。ね、やばいよ、もう折り返し迎えるんやって。え、ガチ無理。なんか早すぎて無理なんよ。なんか追いついてないね。やだ、もう5月とか。え、そうなの。お餅食べたの最近。え、そう、リサもお寿司じゃない、おせち食べたのも最近だし。最近だよ、話変えるのに。って11月まで。いや、え、ちょっとそれな、ほんとそう、ほんとそうなんですよ。やばいんだけど、早く話したいね。しよう。濃い半年だった。だツアーがあったしね、ツアーあったからさ、半年経った感ゼロ。え、そうなのよ、リサもゼロだよ。半年経った感ないもん、めっちゃ。なんか結構毎年ね言ってるんだけどね、これ多分言っちゃってんだけど、本当に思うよね。困っちゃったね、早くて。うん、ツアー、トリガーツアー、 Today is your トリガーツアーがあったね。行く、え、マジ？すごい、めっちゃいっぱい来てくれてる。デルファイさん、ハートありがとう。年々一年、わかる、わかる、本当に。でもツアーから始まっ、なんかすごいね、やっぱ半年って濃いね。なんかある、なんかなんかいるんだけど。最近1週間も早い、早いよ。髪の毛がね一本いるっぽいマジで駆け抜けた半年すぎる。むしろ結婚してよろしく。わかるね、なんかいるんよな。でもさ、鏡がないよ。え、いなくない？ん？お？いなくね？いないみたい。なんだよ、なんだよ、なんだよ、ないんだ。いないんか？口がみなりに行ってくる。いってらっしゃい。つかめんよね。ガチで。いるんやけど。さあ、でイコラブちゃんと初めて。ありがとう。いなくね？うん、前髪むずいよね。ガチ前髪は難しい。なんか本当に私もパッツンでずっと生きてるよ。買えなかった、ありがとうみーちゃん。しかも今ね、今日も固めてないからね。てっぺんにはクロミちゃんがいるんだ。でも見えないでしょ、だからいいよね。さあ、行きたいし会いたいね、会いたい。ってか今回というかこの間のツアーはさ、マジで近かったよね、みんなと。ガチ近かった。つけてるの昨日のと同じ。あ、そう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 です。うん、デイク結婚してよろしく。福岡の初日がいっちゃん緊張した記憶でしかないもんな。マジ緊張した、緊張るん。ゆうと姫いっぱいありがとう、たくさん。ガチ緊張したんよ、こわ、怯えた。まあでもなんかツアー自体がまあ不安というか緊張だったよね。まあみんなもだと思うんだけどさ。
時間がねちょっとなさすぎたから焦ったよね、マジ。10人バーだった。あやめ様コールもう一回してねえ、したい。またみんなのお名前呼ぼうね絶対。くまくま、あすごい、なんかこれ魔法のランプかな、ありがとう。うん、本当に。だからなんかこうやって少しでもね、もう結構声が出せる環境になってきて、だからなんかいいよね。ダンスパートかっこよくね、ダンスパートあったね。そうそうそうなんです、めっちゃ結構時間がなかった。ゴーンさんヤッホーヤッホー、そうですよ。よまるちゃんありがとう、今日朝もありがとう見てくれてありがとう。そう、あとはまあイコラブは結構今はなんだろう、次のライブ、まあスペイベとかはあるんだけど、大きいのだとイコラブアイ、イコラブアイじゃないイコラブアイではない、イコノイジョイがありますし、イコノイジョイフェスは今回はね 2days だからね、なんか本当に分かんなくって、もうなんかどうなるんだろうって、なんかもうね分かんないですけれどもね突然のイコラブアイやばい。そうですね、ティフもありますしね。そうなんですよ、まだねそのやってないんだけれども、でもこうなんかねわかんない、立ち位置わかんないけど、まあまあ脳はもうね、あのステージだったのも何回目って感じだから、いい加減ねあのすぐこう察しがつきたいなって思いますね。あここかっていううん、初めてやったりとかした時はさ、本当になんかそもそもステージがさ結構3つあったりとかもしてさ、どこがどこがのステージだみたいななってたりとかしてたんだけど、もうなんか結構まあちょっとステージの形が変わったりとかするとちょっとまた話がちょっと違うんだけど、一緒とかだったらまあ結構脳内にはあるはずだから、あとはまあダンスとかなんだろうセトリとかそういうのだねって感じ。それだけ、そう本当にそれだけはねだからなーって思いますけど、うん、トーマさんヤッホー。そうだよ、だからねわかんないね今年ね。マサバさん今年こそぜひ、なんかやっぱ年に一度のなんかお祭りみたいな感じだからね、交わらないことが多いから、そう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 、結局なんかどうにかなるねっていうのはあるけど、でもどうにかなって言ってもその限界はあるからさ、そのねなんか何でもどうにかなるとか言ってさ、なんか済ますことはちょっとむずいけど、でもなんか最終的になんかもう覚えてなんか楽しめればいいかなってやっぱ思うかな。だってやんないし、もうなんかそんな頻繁にやる感じじゃないからさ、なんかやっぱ大切にその日は楽しみたいなって思いますね。テルホイさんハートありがとう、たくさん。うん、そうだよ。そしてその後6周年とかかな、みんなでワーワーしたいかも、したいね。うん、だってのみちゃんの曲とかさ、まあ、にやじょうちゃんの曲とかさ、普段のその私たちだけのライブとかってやんないからね、なんかもうほんとやんないやん。だからそ
そうだよ、飲み物飲む え、そうだよ、いっぱい飲んでね、たくさん。ねえ、なんかわかんないよね、なんだろうか。ユニットとかもさ、あるのかなとか、あとはなんか全体曲とかで何やるのかなとか、ねえ、いっぱいあるけど。なんかやっぱね、1年前にやってもやっぱ記憶ってね、ちょっと忘れちゃってる部分もあるからね、思い出したりもしなきゃいけなかったりもするからね、こうないと。シャッフルやばいよな、シャッフルやばいよー 鳥がまた聞きたい？テレレンテンテレテンテレレレレに、あの日を忘れてない、目に映るものすべて。ファイヤーフェスやばいね、やばいやばいやばい。火ですか？ゆうとかわいい、ありがとう。トリガー聞いて早く鳥になりたい。どないちゃん、それは。それはどないちゃんよ。青い空が綺麗だった日、あの日を忘れてない、目に映るの全て。これは君を。イヤホンあるよ。さっきっていうか朝か、さっきじゃないや、朝やったんよ。ダンスとかめっちゃ、嬉しい、ありがとう。もやしなら結婚してよろしく。でもこれはずいんだよ、声が。送ってくれたんよね、ファンの方がね、こうやって聞こえてるよって。ガチはずい。やっぱ野外ってわかる？ね、はずくない？なんかダイレクトすぎて、これダイレクトでお願い。どないよ。え、でも充電はちなみにしてたからあるはずなんだけどね。そんなね、でもね、ずっと刺してるとマジ切れちゃうから、まあね、あとどうせちょっと30分しかないよね。そんなことないか。これでさ、なんかさ、マイク近づけてさ、やったらどういうふうに。野外テンション上がるよね。ダイレクト聞けなかった。やばいから、これ。ほんとすごいよ。声がもうね、声だよ。声が声だよ。声が声だよ。マイクチェックワンツーやばいね。やばいやばい。ものまねはね、はずい。ま、なんか、似てなかったら気まずいじゃん。え、やばいよ、ほんと。これ、マジね。ねえ、すごいよね、これ。すごい。仕事でやってた、マイクチェック。聞いたことない？聞きたい？じゃあ一回これで。あ、痛痛い。ちょっと一回やってみるね。ガチはずいから、これ。結構ね、はずってなったよ。あ、カラオケしないけどね、さすがにね。だからアカペラで、でもこれだったらアカペラでも大きく聞こえるんじゃない？そんな予感しない？やってみるね。多分そんな気がするなって思わない？あれ？これ、ん？あ、右か、これ。え、大丈夫だと思う。え、やばくない？やばくない？ちょっとやばくない？どう？ダイレクトすぎないか？これは。やばいでしょ。
でも私自分で聞けないからわからないんですよ。これ昼も言ってたけどね。耳元そっとつぶやく。どう？つぶやかれた感じする？しない？しないか？だからさ、どう？空が綺麗だった日。どう？声ちっちゃいけどさ、響いてる？声大きい？あの日を忘れてない。目に映るものすべて。これは君を思い作った私だけの青春。詰まった。詰まりました。ちょっと待って、ダメ。そう、朝も詰まったんですよ。君が好きだ。ちゃんてたら。どう？いい感じですか、これは。耳にビンビンくるんですか？壁薄い4人暮らしだけど。やばいね、やばいよ。めっちゃカサカサの音も聞こえ。それなんやろか。ここですか？ここかな？寝落ちしないで。寝ないで。これ笑えないんだよね。笑ったら笑い声までダイレクトになるじゃん。ね。でもこれ何？分かった。ガサガサならないためにはこうやってやっとけばいいってこと？寝ないでね。あのバンドがついにツアーするって一応2枚でも押し込む。これぐらいの大きさでも全然いける感じ？あの映画はデートで行ったのかな。集中できず。ちょっと待って、笑っちゃいそう。あー、ダメだ、ダメだ、笑っちゃう。ダメだよ、笑っちゃうから。どこまで行った？あ、集中できず。誰かの横顔とか気にしたの。きっとそう。君は何も気づいていない。あの日の空模様を君にはいつもの空。糸を飼育を見つけたら誰に教えるのでしょう。シャッターの音が響いた。行方はどこ？そんな感じ。耐えてる。ちょっと笑っちゃいそうなんだけど、なんかわかんないけど笑っちゃう。困った。でもなんかマイブームかもこれ今。
ちょっとマイブーム。ここが好きさ。君は何も気づいていないあの日の空模様のとこの振りが可愛くて好きです。花の便りは分かんない、まだリクエストであるかもしれないからちょっと取っとこう、取っとこうね。うん、取っとこう。シャッターのとこ好き、ここ、こうやってやってんだよ。ヒービー、あ、シャッターの音がヒービーだーってやってます。可愛くない、これシャッター押してんだよね。カシャ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 。うん。バンドのところ好き？ここ？かわいいよね。あの切り離す好き？切り離す意地悪ね。あ、君が好きだね。君が好き。秘密にして、あ、これ22時半の切ないね。トリガーの振り全部かわいいよ。うん、トリガー、中期結婚してよろしく、ヤッホー。まあそんな感じ。これイヤホンどう？なんかイヤホン、どう？生で本当？切り離す意地悪ね。青い空が綺麗だった日、あの日を忘れてない。生でみんなの男性本当ね。イヤホンなんか、まあ声が結構ダイレクトに聞こえていいよねっていう回だった感じだよ。だから特にあの意味はないです、全然ガチ意味ないよ。そうだよ。ブームにはなってるけど、これの不安なところはね、充電がいっちゃん不安なだけ。あとは大丈夫。アカペラ配信だからね。私は今あれが好き、あれが好きっていうか、あのあれなんだっけ、あーもう忘れちゃいました。朝見れなかったら本当ありがとう。楽器の振り付けはギター、え、ギターじゃない、ギターじゃない、これだよね、え、ギターだよねこれ、わからんぴ。こんばんは。え、わかるわかるわかる、どうしても、え、わかるよ、好き、みさも。踏切のレレラン、チュランチュチュララン、チュンチュチュンチュ
チュンチュラチュンチュラララララ。わかる。いい好き。リサも好きだよ。めっちゃ好き。はるかちゃん結婚してよろしく。ドラム、楽しそう。船？長所しか見つからないんじゃん。料理長のスペシャルカレー、インスタ映えピンクの船さん、わかんないのセンスないね。ちゃんちゃん、待って、懐かしくて無理なんだけど。懐かしくない？ちょっとやばい。懐かしいよ。船？いや、意外といけるかも。ヘイもっとっと、ヘイもっとって、あなたよを掴むんだ。ヘイもっとっと、ヘイもっとって、今日から仲間さん。意外といけんじゃん。船ラスト披露、待って、覚えてないね。ゆっくり進むこの船は、見違えるように急加速。まあ、意外といけるかも。急いで乗り込め。カラオケ配信じゃないよ。おねだめはちょっとマジでやばい。おね、無理だ。テテテルル、無理見ざまがある。全然カラオケ配信じゃないよ。ゆうはーとありがとう。何配信なんかね、これマジ。イヤホン配信？大丈夫そう？スイーティストガール好き？ライブであんまりやんないかも。謎イヤホン配信、ガチ謎。やばいよ、カラオケ配信問われる。違います、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 違います。いや、怖いからね、ご近所さん。怒られたらどうする？怖いよ。さっきのぐらいでも分かんない、リサがどんぐらいの大きさで今歌ってんのか。今週確か久しぶりやん。ありがとう。来たらいるす。でも怖いからね、マジで。ガチ怖いかな。本当に怖いからさ、やめとこうね、みんな。分かんない、なんかでもさ、分かんないんだよね、聞こえるのかな。でも俺さ、聞こえたことないよ、人の声なんて、マジで。マジマジ。でも壁薄かったら聞こえるくない？マジで隣人さんピンポン怖い。もし聞こえたら一人で喋った人と会っちゃう。そうだよ、そうそう、本当にそうだよ。でさ、一人で喋って、しかもさ、こうピンポンなって誰かいますかみたいになるやん。一人で何じゃ、なんかで、まあ、電話もあるか、電話も悪くない？電話で喋ってるのもありじゃない？だからさ、ね、壁薄界隈初めて聞いた。でもそうだね、壁薄界隈は聞こえちゃうかもしれない。だけど、ない？てか分かんないか。薄くなそうだけど。薄くないんか？でも確かに音は聞こえないですね。聞こえないんですよ。マジ。聞こえない。今日も見れた、ありがとう、エクモナイちゃんな。ありがとう。深夜に、でもさ、楽しいよ。だって、隣人わかんない。隣人羨ましい。部屋の配置にも、確かに。わかんないな、でも。でも、ピンボン鳴るのはマジで怖いかもね。心臓に悪くない？
みーちゃんハートありがとう。ねえ、だから怒んないよ。あー、確かに隣階段、響かない？逆に。それはない？夜ピンポンガチ怖いよね。お風呂入れんくなる、それは。なんかさ、なんかね、そんな、ガチ怖がりすぎなんだけどさ、なんかさ、ピンポン鳴ったらさ、マジお風呂入れなくなるんだよ。でさ、なんか、お風呂ってさ、シャワーとか使うやん。シャワー使うと音するやん。その音にさ、聞こえてたらどうしようって思うやん。で、その後ドライヤーするやん。でさ、ドライヤーの音で、あ、いるんやって思われたら怖いなって思って、無理。わかる？ね、怖いよね。だからそういう時はマジ朝入るしかない。怖いから。夜の洗濯やばい。怖い。イヤホンだよ。すーちゃんハートありがとう。ね。いやね、揺れしょうがないよね。でもだって洗濯機確かにガンガン言うよね。そう、珍しいでしょ。なんか謎なんです、このイヤホン。イヤホン謎です。結婚してマッスル、ありがとう。それ何が聞こえてんの？何も聞こえてないよ。これ何も聞こえてない。あのさ、カラオケにしたら音楽聞こえると思うんだけど、聞こえないよ。何にも聞こえない。ありまっと、ありまっと。そうだよ、よくやる。マジやるのこれ。これやんの？やんのこれ。こうやってやんの？これじわるの、じわるくない？そう、音が急にでかくなった。これさ、リサ、まあそっか、まあそんなことないか。私の声がダイレクトって感じ。本当にオンライン打ち合わせ、こうやってやるんですか？でもリサ、うるさいかも今、こうやってやったら。イヤホンで聞くとそこにいる感じ、やばっ。やばすぎだね。ダイレクトかな？こんばんは。やっほー。これ充電やばいかな？ダイレクトめっちゃいい？あと10分ぐらいで始まるの。待って。おい！もう 40！ あ、ごめんね。ちょっと急に声でかかったね。え、もう46分じゃん。そうだね。あとちょっとしたら終わろうかな。11時には。焦るんだけど、マジ。ガチ焦り。すぎ。やっと今日初ご飯。やばいじゃん。いっぱい食べな、それは。絶対にいっぱい食べなね。すーちゃんハートありがとう。ね、やばい、時間早すぎてびっくりしちゃったけど。ダイレクト向きな声ってどんな声？配信見ると時間早いね。今日早かった、マジでびっくりしちゃう。朝昼配信もなんかめっちゃ秒でびっくりした。もうみたいな。もうなんだねって感じだったよ。あっという間すぎる。朝も早かったよね。マジ早い。よしき、くまありがとう。リボン似合う？このリボンはね、しばし何回か出てくるかも。このテーブルにすぐあるから、すぐつけれるよ。昼配信行けなかった。ね、そうだよね。全然いいよ。みんなだって、お仕事だよね。平日だもん。マシナのハートありがとう。昼の方が人来てる。マジ？そんな事案ある？メガネは近くにあるよ。
あるあるよ。これ。これは、ぶち抜きタイプね。ね、なんかやばいよね、耳かかりすぎじゃない？耳かかりすぎじゃない？これって中に入れた方がいいかな。ちょっと待って、どない？あ、たたたたたた、ちょっと待って、ちみつ結婚してよろしく、マイシア結婚してよろしく。なんかおもろい、なんで笑わないで。もう一個あるけどね、これ多分反射しちゃうんだよね。ごまさばさんだ。触覚入れるか悩むよね。でも入れない、入れるか。なんかさ、え、なんか似合ってなくない？これ何これ、大丈夫そう？これはね反射しちゃうんですよ。問題は可愛いけど、シュー結婚してよろしく、ありがとう。リボンと合ってなくてなんかいいって感じじゃない？可愛いから、え、そうなの、可愛いからぶち抜けない。こっちの方が可愛いかもしれない、だってピンクだから。言ったんだけど、マジ？それはいいことか？これやばくない？これ見て、わあ。実はメガネフェチ、え、本当？マジ？ピンク可愛いよね。ピンクゴールドなんだよ。このこれが可愛いんだよね、本当は。だけど反射しちゃうんだよね。これぶち抜いたやつ見て、ほら泣いてしょ。ゆぽちゃんくんありがとう、カイノミユーありがとう、ただいまおかえり。え、本当？マジで好き？ありがとう、インスタとかフォローしてくれて。これマジでセルフぶち抜きだから、ガチガチセルフぶち抜き、セルフぶち抜きしました。うん、今日今遊んでる。あ、違う違う、こっちだ。これは反射注意ね、ガチ反射注意。ほら反射注意だけど可愛い、こっちめっちゃめっちゃ見えるやん。なんなのこれは。めっちゃ見えますからね。お腹空いてきた？食べな？食べな食べな？え、配信画面見えるよね。大丈夫そう？ほら見て。リサいる。リサがいる。リサがいるよ、ここに。わーわーわー。リサがいたね。本当に私がいない？ほら、リサがいる、ここに2個。違うんだよ、ぶち抜けないのだって可愛いから。え、映ってた？でもリサ、リサしか知らない人ですよね。待って、怖いからやめてよ、誰もいないんだから怖い。無限リサちゃん編、どんなどんなどんな音で、うん、すーちゃん結婚してよろしく、これからも見てねぜひ。うん、でもマジでいっぱいあるんだよリサ。なんかね、何種類あるリサ？5種類ぐらいあるよ全部。でもね、ぶち抜いてないからね、反射しちゃうんだよね本当に。
私もラバークネード。どんな音で。その配信楽しい、本当？ありがとう。よし、聞くもありがとう。サングラスは、あのね、リサ、サングラスは一個も持ってないの。不思議でしょ？サングラスだけは持ってなくって、なんていうの？なんか、本当に、なんかこういうぶち抜いたじゃないけど、こういうものは持ってるよ。6種類ぐらい？多すぎん？多すぎない？あ、ちょっと爪に引っかかってるよ。神、結婚してよろしく、ありがとう。サングラスはあんまやんないね。でもなんか、なんて言うんだ、紫外線っていうかカラーは守ってくれそうだね。うん、よし、キハートありがとう。サングラス似合いそう？行く、もう一回やるね。またサングラス似合いそうか。え、ほんとサングラスやんないんだよね。え、なんかさ、サングラスしたらさ、なんかさ、目がさ、なんか慣れなそう。そのなんか撮った時のさ、なんか眩しさに耐えれなそう。リサ、あーってなりそうじゃない？どう？リサはなりそうな予感だけど、どうか。どうかな。新米結婚してよろしく。で、そう、なんかその撮った後の眩しさに耐えれなそうな予感です。涙くるの？え、本当？キラキラにしてるよ。そうなの。でもなんか一個ぐらいあってもいいかなって思うよ。でさ、一個ぐらいあってもいいかなって思ってきた。サングラスも今日は、いつもはシピシピのピンクベージュだけど、今日はこのリリーミューの03番を塗りました。まさみん、初見さんありがとう。初見さん、うん、かわいい。Teach me です。焼きそう、美味しそう、食べたい。サングラスはぶち抜かないようにするね。ユースキ、ヤッホー、ヤッホー。そうだよ、だからほんとさ、目元はキラキラにね。やっぱキラキラは可愛いよ。アイシャドウは今日はキャンメイクの02番かな。02番です。餃子食べ、美味しそう、いいね。それはこれ、シルキースフレアイズ02番。ここのとこだけさ、マジさ、使いすぎててさ、他がもう、まあでも若干使ってるけど、可愛い。どうやって、もう気合だよ、気合で打ち抜くんだよ。ガチ痛いなって思いながら抜くんだよ。コアハートありがとう。痛かった、マジで。え、嘘、廃盤になったの？え、待って、リサもお気に入りだったんだけど。ガチ？それ、え、辛いんだけど。え、それは辛くない？聞いてなくない？そんなのやめて。なんかね、ぶち、マジでやばいよ、ぶち抜く時の。なんかもう、こう、なんていうの、こうやってやるんだけどさ、こうやってやる時にマジでここ、親指がマジで痛い。もう本当にこうなる。で、痛ってなる。痛ってなりますよ、とっても。で、なんか、これぶち抜く、なんかぶち抜いたやつが欲しいなって言ってて、したらなんか、みんなもさ、なんかぶち抜くんだよみたいな言ってたからさ、それはさ、ガチ？それわざと？なんか、どういうこと？ってなってて、したらなんか、本当になんかぶち抜くんだよって言ったから、ぶち抜いたんだよ。そしたらさ、ぶち抜いたよ、抜けた。下の目尻はクリオのね、シンプリーピンク。
これのここの濃いやつ。いや待って、これ曲がったと思うよりさ、これ絶対まあいいけどね、別にこれはこれはいいよ、これはこうで可愛いからまあ許すけれども、なんか歪んでんよな。歪んでると思うよ。でも多分これ無理やりやったやつかも。やったからか。よしき結婚してよろしく。クリア持ってた本当？すごくやった、ありがとう。えガチでね。またちょっと集めるわ、私のこの部屋にある6個ぐらいあるメガネさんたち。紹介したいマジで。絶対あるから。うん、サングラスだけは一個もないからね、それだけはちょっとないんだけど、多分ないないはずだから、大集合スペシャルするねまた。うん、でもなんかマジでさ似てるやつばっかだからさ、えこれ何が違うのこれ何が違うのみたいななっちゃうかもしれないぐらい、なんかそういう感じもあるかもしれないです。うん、そうだよ。だからまた言いたいと思います。もう23時になっちゃった、やばいじゃん、もう早いねみんな、もう終わっちゃう。折り目それこそこれよ、これ折り面じゃない？登場率高めやから折り面ですよこの子。ちょっと曲がってるけど一応折り面ではあるから、よろしくね、これからもきっと折り面してくるからね。ブルーライトは使ってないんだよね、実際折り面ではないかも、うん、本当にね見てくださってありがとうございます。こんな配信を昼お昼からお昼あなんか今日2回配信やって、朝昼とまたその夜こうやってまた配信も見てくださってありがとうございました。また紹介したいと思いますね。はい、じゃあランキング読みます。はい、13位ゆぽちゃん、12位かずゆ、11位はちみつ、10位おでん、9位コアン、8位お塩、7位もやしなの、6位人生じいちゃん、5位しんいち、4位ざんまいちゃん、3位とめぞ、2位よしき、1位がゆうとでした。おめでとうございます。皆さん見てくださって本当にありがとうございました。なんか今日はなんか2回もなんかそれなりにいっぱい話してとっても楽しかったです。なんかねすごいいろんな感じだったんですけれども、まあねまた配信をしたいなって思っておりますのでやりたいと思います。うん、なんかその今日朝昼配信とかもやったけど、なんかそうやっぱその時間にしかこう見られない方もいたりとか、またこうやって夜に夜だけ来れるよっていう方とかもいるから、なんかまたやりたいなって思いました。うん、そうだからねめっちゃまたやるで。うん、明日とかもねやりたいけどね、朝とかでもちょっとまあ1時間ぐらいならできるかな、朝とか、まあ、できるかわかんないけどやっていきたいと思います。でも朝やるとしたらありさ、ちょっとあの昼前には昼前準備とかしないといけなくなるから何時だろうな。まあでもうんまあちょっとまあまああったらって感じ
勝ちいい加減なんよ。まあまあ、あったらね。あったらね。まあまあ、マスクかもしれないけど、明日はちょっと。まあ、かもしれないけど、まああったら、言えるね。っていう感じで。通知がね、仕事してもらうと思うので、してくれると思うので、待っててください。という感じで、本当に今日は2回も見てくださって、ありがとうございました。お話し会とかサイン会とか応募してくださった皆さんもありがとうございました。皆さんと一緒にお話しできるの楽しみにしてます。ということで、ありがとうございました。こんな配信に見てくれて。またね。明日は金曜日だね。花金ですか皆さん。明日も元気に頑張っていこうね。っていう感じで、まあ明日あったらぜひ見に来てください。じゃあまたね。リサはお風呂に入ります。みんなもゆっくり休んでね。またね、バイバイ。